説明をちょっとお願いしたいんですけど、パビリオンの説明どうしましょう。ちょっとすいません、取ってきてもいいですか、カンペ。どうぞ。ちょっとごめんなさいね、ちょっとカンペ取ってきますね、忘れちゃいました、ごめんなさい。もうありえないですね、あれカンペをね。ちょっと少々お待ちくださいね。すいません、もう申し訳ない、カンペをね忘れてきちゃったんです。申し訳ありません、本当にもう緊張してて、かよいしょ、カンペをね忘れてきちゃったんですよ、申し訳ございません。まずはじめに皆様をお迎えいたしましたのは、1号館のパビリオンたちによる テーマソング世界をあなたに笑いかけているでした。1号館って何って話したらよくないですね。申し訳ございません。
本パビリオンは1号館と2号館に分かれております。はい、1号館からは世界的に愛される某有名なキャラクターや豊かなハーモニーのバラード、緊急来日した全身黒ずくめの5人組などキャラの濃いパビリオンが出演いたします。さらに皆様へご挨拶をとアカペラ万博実行委員の幹部たちが何やら画策している模様です。お楽しみに。2号館からはドラマの主題歌で話題となったバラードの賛成アレンジや、あの超売れっ子ユニットのヒット曲、日本映画の代表格となったあの作品の君の名はじゃない方、そして国民的おまわりさんのアニメ版主題歌など、この万博のために結成されたフレッシュなバンドでお届けします。それでは、時間が来たようなので、アカペラの祭典を飾るにふさわしい様々なパビリオンへ皆様をご案内いたします。まずは一番可愛いと自負するこのバンドがお送りする夢の国を見てみましょう。どうぞ。